田中さんに焼肉連れてってもらったので、則本さんは連れててくれないんですけど、ヒカルには焼肉は起こりません。試合お疲れ様でした。お疲れ様でした。そうですね、まあ明日からもしっかり頑張らないといけないなっていう気持ちです。はい、いや、あんまり慣れてないんで3打点も上げることが、はい、まあこれが次いつあるかなと思って、また次、しっかり打点を上げれるように、練習しっかりしていきたいなと思ってます。はい、まあ、ダイスさんにはいつもいじられるので、すかすなすかすなって言われました。試合中はもうそういうバッティングの話はせずに、もう相手バッターの話だけしてました。はい、いやもう本当いろんな話しますよ。もうアメリカの時の話だったりとか、まあこの人こうだよねとか、まあ野球の話ばっかりですね、基本的には。はい、みんな考えるところはあると思うので、もっとこうしていったらいいよねとか、こうしていきたいよねっていう話は、その時に限らずいろんな人としてますね。はい、今までコロナで外食がなかなかチーム内でもできなかったので、今年そういった面でいろんな人とコミュニケーション取れているので、またこう野球する時も気分しっかり入れ替えてというか、新しい気持ちでしっかり入れてるなと思います。はい、家に帰って奥さんが作ってくれているので、それを一緒に食べます。がっつり食べるんですか、軽くですか。まあ基本的にそんな、他の人がどうか分かんないですけど、僕の中ではしっかり食べてるつもりです。じゃあ今夜も奥さんの手料理を、はい、待ってるわけですね。はい、幸せです。奥様の手料理の前に、はい、ちょっと試合後ということで、はい、さっぱりしていただこうということで、はい、ご褒美グルメを、さっぱりする、はい、ドリンクでございます。ちょっと飲んでみていただければ。はい、いただきます。まず飲んでみます。これなんか懐かしい味しますね。なんかこう小学校の時とかによく飲んでたような。これ食べるやつなんですか。食べるやつ。食べれます。はい、大丈夫ですか。食べます食べます。うん、まあゼリーみたいな、まあ、ゼリーですね。うん、ゼリーの食感楽しむって感じですね。夏にはさっぱりしてめちゃくちゃいいと思います。暑い時、これから暑い時期入るんで、ぜひ飲んでください。まあ今こういうチーム状況ですけど、僕たちは誰一人諦めてないので、目の前の一戦一戦、大事に戦って、しっかり準備して、最後まで戦うっていう強い意志をみんな持ってるので、これから期待していてください。
ビー玉入ってますよ。うん、美味しい。はい、はい、お疲れした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ナイスピッチングでございました。今日もお疲れ様でした。ありがとうございます。まあそうですね、先頭抑えたんですけど、いきなり長打出て初回に失点してしまったんで、まあ、そこの立ち上がりは反省点かなと思います。まあでもその後光がね逆転タイムリー打ってくれたんで、あ、これはもう一回頑張らなあかんなっていう風にもう一回ネジを巻き直すことができたかなと思います。いやどうなんすかね、兄貴っていう感じはないんすけど、なんかでも年下ともなんか友達みたいな感じで いたいんで、僕はあんまりこのなんていうんですかね、結構舐められること、まあ今日のヒーローインタビュー聞いてても分かると思うんですけど、結構年下に舐められてるんで。則本さんが投げてる時はその打席の中でいろんなプレッシャーがあるので今日はそのプレッシャーに打ち勝つことができてよかったです。はい、辰巳とか、はい、辰巳とか、はい、はい、まあでも、なんか僕は それで全然いいかなと僕は思ってるんで、まあ、言わないといけないところは言いますけど、友達な雰囲気で僕は野球をやりたいんで、はい、そんな感じでいけてるかなと思います。そうですね、まあ光は年下ですけど頼りになるやつだと思いますし、僕の方が年上ですけど全然そんな感じがない、いい意味で年齢を感じさせない対応をしてくるんで、配球とかも含めて、あ、そっちで行くのって言って分かったよみたいな感じの試合中も掛け合いをやれてるかなと思います。ヒカルには焼肉はおごりません、あんなこと言うの、田中さんに焼肉連れてってもらったので。裏で言えばいいの、則本さんは連れててくれないんですけど、なんで表で言うのやろうな、はい、許せない使ってください今の、もうヒカルに見せてください、はい、あ、立つ、そうですね、ナイスバッティング。でもヘルメット間違って吉明のヘルメットかぶってホームラン打ったんで、まあ吉明の力かなと思います言っていいんかな、まあ、別にいいか、はい、ありがとうございます。それで、まあ、今日のご褒美グルメ、はい、冒頭まず喉潤わしてから今日やっていただいたんですけど、これうまいっす。改めてこれなんすか、イーグルスネストで販売されている、はい、ポップサイダーというものでして、ポップサイダー、はい、これめっちゃ美味しいです。もう暑い時期にすっきりと飲める、食べるドリンク、もう一瞬で、おいしい。ゼリーはスプーンですくって食べてください、はい、これですね、ビー玉、うん、おいしいです。今日、阪神ファンすごい声援だったんですけど、それに負けない楽天ファンの皆さんの声援のおかげで今日勝てたんで、本当に選手は、皆さんファンの皆さんの、声援とか後押しのおかげで、その自分の持ってる以上の、力を出すことができるんで、まあ、この先まだ試合長いんで、なんとか僕たちに力をください。よろしくお願いします。YouTube 登録してね、楽しいイーグルスのチャンネルなんだよ。